まあ立て直したっていうようなゲームだったかなと思います。えっ、ー、と、実は昨日の試合後すぐ独り言を取り始めたんですけども、前半でちょっと <laughs>、あのー、まあ、疲れてたっていうのもあったりとか、あと、飲んでたので、まあ、ちょっと酔っ払っちゃって寝ちゃったので、えー、今取ってるのが日曜日の。 えー、夜の、えー、と10時ぐらいですかね、はい、から見ていこうと思います。まあ、甲府さんは、えー、とちょっと、えー、篠田監督を解任して、まあ、大塚監督になって初めての試合っていうところで、まあ、現状の徳島はですね、あのー、まあ、独り言でも、LV スタジオでも言ってますけれども、やっぱり相手を見て、相手に合わせたサッカーをするっていうことが多いので、ちょっとやっぱ難しい展開になるかなとは。 え予想はしてました。で、予想通り、えー、前半は非常に難しい展開になったっていう感じですかね。まあ、もちろん、その中は、えっ、ー、と、なんて言ったらい,いですかね、甲、え、府、ー、さんがかなり立ち位置変えながらだったので、まあ、その辺を言いながら前半は見ていけたらなと思います。はい、えー、気温31度。<laughs> 暑かったっすね。本当に現地に行かれた皆様お疲れ様でした。皆さん映ってますよ。うん。 まあ、徳島からも200人ぐらい、もちろん徳島からじゃなく、徳島からだけではなくて、関東の方とか、えー、まあ、徳島を、地元を離れて関東で、えー、仕事されてる方とかもたくさん行かれてたみたいで、まあ、そういうのがあって良かったですよね、本当に。で、みんなで勝利を分かち合えたのが一番良かったかなと思います。まあ、前半はちょっとねって感じでしたけど、まあ、ただ前半があっての後半なんで、前半もしっかり、えー、喋りながら見ていけたらなというふうに思っております。 とりあえず買ったんで飲みますね。また飲むかって感じですけど。よっしゃ。いただきます。うん。うめえ。はい。えっ、ー、と、甲府さんの、えー、とシステムと立ち位置、スタメンに出てますんで。 ま、この通りなんですけど、ええー、と、ま、アダユートン選手の立ち位置とか、あとは後ろ4枚気味になって、4、1、2、3みたいな形になってましたので、まあ、そこでちょっと徳島としてはうまくいかなかったのかなっていう前半でした。はい、えー、と、徳島の方が、えー、と、ま、このままですね、えー、と、ワントップ、ツーシャドウかノアとヨイチロウ、チアゴっていうところで、 うんまあ、ここの組み合わせっていうところはまあどうだったんだっていうことは結構タイムラインとか、えー、見てると皆さん思われてるところだ,だろうなとは思いますまああんまうまくいかなかったですねはいまあただ太陽がサブに入ってきたりしててそのサブの、えー、バランスっていうのは良かったのかなと個人的には思ってますまあなので後半巻き返しができたまあっていう感じなのかなと思ってますうーん 甲府さんもね2ヶ月白星なしということでかなり厳しそうですねまあ徳島も2ヶ月勝利なしってあったので本当に厳しい状態なんですけど甲府さんも、えー、頑張ってほしいなと思います、まあ、ACL 戦ったりとかもして非常に難しいシーズンを過ごしてるんだとは思うんですけどうん悪いチームではないので、はい、頑張ってほしいなと思います うん、初金5試合が2勝1分け2敗とまあ長崎戦がねちょっともったいない引き分けになってしまったっていうところはあるんですけどまあいずれも水戸戦、えー、もう長崎戦もうその前の横浜 FC 戦、まあ、千葉戦もそうですけどやっぱり相手に合わせるサッカーをしているので現状まあその中でんまあ今回は監督代わった、えー、甲府さんの1試合目の相手っていうことで。 まあそこが大きな要因だったのかなと思います。前半苦戦してたところの。はい。はい。大塚新監督ですね。準備期間で伝えてきたこと。うん。勝ち点がね。うん。うんうん。 ミーティングしながらトレーニングして、うん。まあ、いい準備ができてきたと、はい。強調してきたこと。攻撃、守備、ともにチームが一体となってと、まあ、シンプルに。まあ、短い準備期間なんでね、それがいっぱいかなと思いますね。うーん。 まあ、開幕戦かな、ホームで開幕戦迎えたときに、交差に、えっ、ー、と、まあ5、5対五対1かで負けてますので、うん。ギリアグレッシブに、うん。ああ、光平選手が久しぶりのスタメンでしたね。まあ、これが個人的にはちょっと嫌でしたね。やっぱ平選手 いやらしいって言ったらあれですけどもサッカーをよく知ってる選手だと思うんでうんはいはい増田さんの、えー、試合前のコメントですね継続したいポイントと修正したいポイント攻守にアグレッシブにハードワークうんなるほど修正 そうですねセットプレイで、えーで勝ち点を落としてる状態が多いですよね。うんうん。ああ、5失点ね。51かな。15で負けたやつね。うんうん。そうですね、光平選手は本当に。うん そうなんですよ。ACL も戦ってるんでねうん抑えるために求めたいことまあ監督代わって守備の整理含めてアグレッシブに来ると思うそこのバトルうんうんそうですね バトルと切り替えの部分と、まあ、それはもう最低限しないといけないところですよね。そのなのでやっぱりこう戦術的にどうのこうのっていうよりはっていう感じでしたね。っていうのが相手の戦術がなかなか見えないから、だからやっぱりどうしても、うん、その球際とか、えー、その辺り攻守の切り替えの部分でとりあえずハードワークしなければいけないっていう感じの試合前のコメントでしたね。 今日の試合の注目ポイント。なるほど。甲府さん。うーん。しかし皆さん連日暑いですね。本当に今日も日曜日、まあ一日中かなほぼ一日中、えっと、グラウンドにいたんですけど、本当に皆さん熱中症はね、本当に気をつけてください。本当に対策してください。僕もそのやっぱり指導をしてるときにどうしても、 一番気にしないといけないのはもちろん選手の、えー、技術的な向上ってところも気にするんですけどまあそれももちろん大事なんですけどやっぱり健康とか、えー、そのあたりいいかなと思いますまあ熱中症は本当に怖いんで皆さん本当に気をつけてくださいうんこれく君が <laughs> やらかしたやつだねまあホセがよく止めてくれたやつ、まあ、ただん危なかったね <laughs> はい これ、ノア、いいターンのやつでしたよね。まあ、右足、逆足ですけど、しっかり枠に飛ばしてると。まあ、この試合もノアが、えー、1得点。まあ、流れの中から下ってのが大きかったですね。うわぁ、清郎のね、これね。うん、最高だね。本当に。うん。皆さん映ってますよー。皆さん映ってますよ。お疲れ様でした。本当に暑い中。 でもねやっぱアウェーで勝つって格別だろうないいな <laughs> うん守備の改善そうですな守備の改善うーんまあ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 改善はされてますもちろんよいしょ首位の長崎に敗れてませんあの引き分けですはい、うんうん、敗れてないです はい、なんなら勝ち点2を落とした感じでしたかねーはいふまあちょっとあの独り言の方もちょっとマイクの調整とかをいろいろ考えてましてちょっとなんだろうノイズが入ったりとかすることもあったりして ちょっと今設定をいろいろマイクの音量の部分とかその辺をいじってます。ちょっとどうなるかわかんないですけど、はい。ちょっとね、あのいろいろ調整はしております。なるべく皆さんにね、聞きやすい音声というか、で、えっ、ー、と、聞いていただけるように頑張ります。うん。難しいんですよね、音声の設定って。意外と。 はいはい、始まりもそうですね。うん。しかし山梨いいとこですね。いいとこなんだろうな。まあ盆地なんで暑かったと思うんですけど。うん、一回行ってみたいですね。僕山梨県って多分行ったことないんですよ。甲府とか。うん。一度は行ってみたいですね。まあもちろんサッカーに関わらず。 いろんなとこ行きたいんで。あ,あ、そう,そうそうそう。この試合はね、あの、ボルタ君とティスちゃんが甲府まで行ってたみたいで、わちゃわちゃしてましたね。うん。今、ボルタ君無視されてるね。ボルタ君無視され、あ,あ、コーダありがとう。コーダありがとうね。うん。ね、ボルタ君とティスちゃん、二人とも出張というか、あのー、アウェイに行くってのはなかなか珍しいことなので、こういうのも増えていけばいいなと思います。本当に。 うん。かげくん、ボルタくん、ナイスナイスナイス。うー、んうん。その、やっぱり、えっ、ー、と、マスコットというか、は、本当に大事な存在だと思うので、うん、そこを、あの、しっかりうまく使って、集客にもつなげてほしいなと思います。もう本当にボルタくんとかね、ティスちゃんとか、めちゃくちゃ可愛いんで、はい。皆さん、ぜひ会いに行ってあげてください。本当に。本当にね、あの、 ちょっと頭おかしい。あ、ちゃうな。ちょっと個性的なんで、ボル,ボルダ君、が。はい。ぜひ、皆さん、会いに行ってあげてください。まあ、こう、ふさっさんもね、苦しいと思うんですよ。んで、僕ら、徳島サポも、本当に苦しい時間を、えっ、ー、と、過ごしてきましたので、気持ちはすごく分かりますし、まあ、分かるって言ったらあれかもしれないですけど、まあ、本当に苦しい時間を過ごしてらっしゃるんだろうなと。 思いますで、うん、まあこういう風にこう房子さ,さんがやっぱりホームでしっかり後押しをしようとしてね、まあ、こういう風に選手を鼓舞してるっていうのはうんすごく気持ちが分かりますし、うん、頑張ってほしいなと思います。まあか、まあ、徳島が勝ったから言えるんだろうって思われても仕方ないんですけど、まあ、そういうことではなくて本当に ACL まで行かれる本当に素晴らしいチームだと思うんで。 えっとぜひ、えー、頑張ってほしいなと思います。なかなかそういう経験を積める J2 のチームっていないので、本当に、まあ、それをどん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  J2 とかに、えー、還元してもらって、リーグ自体、えー、J リーグ全体を通して、しっかり押し上げていってくれる存在だと思うので、頑張ってほしいなと思っております。うん 暑いよね。はい。ピチインですね。あ、主審は今村さんですね。まあ、今村さんも本当にね、なんかすごく話題が多い、えー、主審というか、えー、プロフェッショナルレスリーというところで、うん。頑張ってほしいですね、今村さんに。この試合のジャッジは特に気になるところは本当になかった。あ、はい。<laughs> うん。いや、ティスちゃんとフォールちゃんかわいいな。 いいっすね。うん。<laughs> まあ、ボルタ君とバン君が結構ね、やんちゃなんで、まあ、それをしっかり、えー、なんて言ったらいいですかね、手綱を引いてるフォーレちゃんと、あの、ティスちゃんという感じでしたね。うん。だって、甲府さん ACL で得点取ってる選手がいるんですよ。徳島には まあ、もちろんその過去を遡ればいますけど兄貴とかね、あのー、いますけど兄貴 AC、ACL で点取っまあいいや、経験ある選手いますけど、でも今シーズン、その経験を積んでる選手がやっぱり甲府さんにはいるんですよね。だからやっぱそのあたりは本当に、えー、素晴らしいなと思います、なかなかできることではないんで。 あ,あ、星がついてる。あ,あ、そうか、天皇杯取ったから、そうですね。降参のエンブレムの上に星がついてるんですね。あ、シュンと、可愛い,い。うん。まあ、この試合は、なので、中盤のコンビが前節長崎戦と違って、兄貴と、えっ、ー、と、シュンとになったんですよね。まあ、このあたりは。ある程度相手に合わせたのかなと思います。 うんほんと暑かったと思うんですよね皆さんお疲れ様でした風もあんまりなかったんですかね今フラッグ見ると うーんまあ本当に監督を変わった1試合目と相1試合目を相手にするってのはやっぱりと今の徳島は特に嫌だったんですね何回も言ってますけど相手の出方が分かんないんで相手の出方に合わせてこれまで、えー、試合のプラン うん、戦略を取ってきてたのでうんねサブにもねえ詩ちゃんっていうピーター・ウタカ選手っていう素晴らしい選手がいるのでまあ徳島としてはちょっと厳しかったかな前半は特にそんな印象は強いですねうん今村さんですねはい ああ5試合目なんだ。今村さん多分結構割当て減らされちゃったんだよね。いろいろあって。うん。はい。3、4、2、1ですね。で、サブの方が結構やっぱりバランス良くなったのかなと思います。内孝さん、太陽、太郎ちゃん、宗谷、杉森くん、で、清志郎と。まあ、清志郎は前節も得点取ってますし、 まあスタメンでも良かったのかなっていうところはあるんですけどまあただ前半は様子見であればいいのかなとは思ってます多分、ね、様子見だったと思うんでその試合後のコメントとか聞く限りでもやっぱり前半は相手の出方が分かんないから様子見したかったっていう感じだったのではい。 あ、今年なんだ SQ 取ったの。へタイマー入れときます。はい、うーうん。 暑かったと思うんですよねよく頑張ってくれました選手たちまだかなちょっとタイマー一回切るかまあ走りで戦える選手大事ですよね 甲府は甲府さんからですね。タイマー入れと入れて。右から左に攻めるのが、はい、始めそうですね。白のユニフォーム、安倍の徳島ボルティスです。はい、今前半の45分が始まりました。ま,したまずは甲府山本に下げてます。この大きさんのスタジアムあんまり角度がないんだよな。6、7、キーパーに下げたところ大きく前線に送っていきます。ほぼほぼあったんでこれで見ていこうと思います。オフボールです。 ワントップツーシャドウなんですけど、アダイウートン選手、えー、51番の選手ですね、の位置を見ると、まあ、徳島としては結構やっぱ苦労した部分っていうのが前半見えてくるのかなと思います。かなり可変をしてます。で、プレスはかからなかったんで。 ノアはね、ほんとハードワークしてくれるしね、いい選手だな。で、コウさサの守備組織、えー、っとは、そうだな。ワントップ、ツーシャドウ、10番のなる,なるみ選手かなん鳥海選手ですね、すいません、鳥海選手ですね。 あ、鳥海選手ですね。失礼します。鳥海選手。うーん。立ち位置。そうですね。ああ、ちょっと危なかった。お互い危なかったな。えー、っとですね。まあ、ぶっちゃけ言うと。 甲府さん、攻撃時には4123の形になるんですね。で、19番の今、宮崎選手がまだ右のウィングみたいな位置に入って、えー、23番、関口選手が右サイドバックの位置、4番、山本選手と5番、今津選手がセンターバックの位置、えー、左の荒、えー、木選手、ウィングバックの荒木選手が左サイドバックの位置に入って、アダイウトン選手が左のウィングの位置、で、16番、林田選手がアンカーに入っててっていう。 感じです。ちょっとこれは盤面使ってまた整理しますけどまあ4 1 2差の形を取られてるんですねでそれに対して徳島がうまく守備が全くはまらなかったっていう前半ですこれだけで前半終わってもいいぐらい <laughs> なんですけどまあそういうわけにもいかないんでしっかり見ていきましょうかねうん まあ見ていきましょう画角がねやっぱ狭いんですよねで甲府守備の時には523の守備組織もちろん押し込まれた時には541になるんですけど基本的には5アックですねでここの位置でアタ・ユートン選手がここにいてっていうところを見てほしいですね はい、ウィングバック、シャドウのポジションなんですけど、基本的には、アダ・ユート選手って、えーとまあ、守備の時にはシャドウのポジションに入って守備してるんですけど、自分たちのボールになった時には、左のワイド、ウイングみたいな役割をしていくと、でそれによって徳島はかなり、徳島の右サイドはん、かなり切り裂かれてしまうという感じでしたね。 まあ前半はのんびり見ていこうと思います。当たっちゃったんだよねって言ってますね、チェアゴうん。うん、守備の時は、えっ、ー、と、5、2、3ですね。うん、ケントいいとこ出した。ナイス、ノア。なんで、ケントのとこにウィングバック出てきたんで、そのスペースに対して、ノアが斜めにえ動いて、 ボールを引き出した形ですね。うん。悪くないですよ。で、ここでまたロングスローと。まあ、余一郎の駆け引きの部分、これで多分相手は全部戻っている、戻ってますよね。戻ってますね。2、4、6、8、と。相手が10人、えー、ボックス内に入ってくれてるんで、まあ、カウンターのリスクは0、ほぼ0。徳島もセンターバック がが上がってきてきるんでまあ会計も上がってきてたし隼人も上がってきてたしっていう感じでで前回のその LV スタジオでもお伝えしましたけどまあロングスローって <laughs> うんいろんな副作用というかがあって相手を押し込んじゃうっていうところもあるんでまあそれはありだと思います。 <laughs> すいませんうーんちょっと奪われちゃいましたねうーんファールしゃあないねまあ甲府さんとしてはアダユートン選手をうまく使いたいで徳島としてはそこを使われたくないけどちょっと形が甲府さん変えてるのでプレスがはか,からないあとはその 町屋号がちょっとね、うまく、えー、消せてなかったって感じでしたね。内イとシュント。かげくんかくん。お危な,危ない、危ない。かくん危ない。うん。もうちょっと早く判断してほしかったかなぁ。っ、えー、とケンとは絞ってきてるね。相手の、やっぱ19番宮崎選手が上がってきた。 うーん。山本選手ー。センターバックの選手か。で、これで、そのインサイド今入ったんですけど、えっ、ー、と、今、荒木選手を受けたのかなうん、あの辺がやっぱ徳島としては捕まえきれてなかったんですよね。インサイド、この7番の荒木選手のとこに入ってしまったんですけど、 まあそこをうまく使い、つかみきれなかった。まあ、これは、うん、引っ張ってるんで、ファール。うーん、まあ、うまくやられてますよね。なので、4、2、あ、4、1、2、3の左サイドバックの荒木選手が内側に入ってきたり、まあ、インサイドをつかまえきれなかった。これが、まあ、チアゴのところでもあるんですけど、うん。 あんまりうまくいってないですね。まあ前半うまくいってないんですけど、総じて。まあ、ただ様子見だったらしっかり様子見してほしかったなーっていうのはありますね。5、4、1でがっつり守ってもよかったと思うんで、うん、中途半端にボール奪いに行ったりとかする必要はない。だから、もうちょっと割り切ってもよかったのかな前半。相手の出方見たいからっていう。 感じでちょっと中途半端な守備になっちゃって相手に、えー、今みたいにインサイド使われちゃったりしてるんでうん。でやっぱりアダルトの選手が積極的に仕掛けるので徳島の右サイドからのフリーキックが多くなってしまったこれからもあと3本ぐらいあるのかなそれがちょっとやっぱり同じ同サイドからやっぱりフリーキックが増えるっていうのは。 うん、相手も合ってきちゃうんで、あんまり良くないことなんですよね。うんうん。そうですね。見ながらの入りだと思います。うん、かなり徳島の右サイドが引っ張り出されちゃってるかな。これでうん。 そうですね後ろ4枚気味で16番の林田選手がやっぱりアンカーみたいな位置に取ってるとフォーバックですねそうですね4バック4123の形を取りますねうーん今のもちょっと良くないこれは行ってほしいノアナイスノアナイスノアナイスこれ4一塁いかないねいかないね ナイイススありがとう。うも回。いやうーん今の中山選手に受けられてるところがまあチアゴは守らないといけないところではあるんですよね <spoiled approval> うーん <season jeune music> そうなっちゃうよね仕方ないよねうーん うん、まあ、時事に入ったら541なんだけど、ここは別にいいんだけど、チアゴ、チアゴ、チャオ,チャ,オチャ、チアゴ君。うーん、そうね。これがアンカーでしょ結局。ああ。いやー、インサイドに差し込まれてるなよくはないっすね。 多分4123の形になってるんだよな。ちょっと内側に、えっ、ー、と、荒木選手が入ってきたりしますけど。14。あ、中山選手か。あノアありがとう。本当に。ナイスプレスバック。でもノアが右サイドの守備してるのはちょっとおかしいんですけどね。そもそも。<laughs> まあ、チアゴなんだろうな。この辺は。 ナイスう,うまいここでやっぱり、まあ、様子見なであるとすればちょっと押し上げたいかなもうちょっとナイスのはああでアダユートン選手はやっぱりワイドに張ってるうわやべえ危ねえ危ねえ今のも結局インサイドの 中山選手か。中、インサイドの中山選手、ここは捕まってないんで、まあ、いいパスとされてしまってる。んで、やっぱ徳島守備組織として、やっぱうまくいってない。まあ、甲府さんがうまく、えー、可変しながら、えー、立ち取ってるのはあるんですけど、もう10分経ったんで、そろそろ気づいてもいいのかなと思います。うーん。 もう可変してるので、ボール保持時に可変してるっていうのは多分分かると思うんで、もうちょっと早く動いてもいいのかなあ,あんまり変わんないんだよな確か。ナイスシュント。そう,そう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 。いいよいいよ。うーんー、今アがやっぱ頂点か。 ここにシュントが出ちゃうと結構きついのよね。多分、チアゴは見ないといけないところ。まあ、どういう設定をしてたかわかんないですけどね。いやー、やばい。ナイス、シュント、ありがとう。うーん、ちょっとバタバタしてるなぁ。備の時は甲府さんは、えっと、523ですね。 徳島は今3センターバックでボールを保持ただ3センターバックで持つとはまっちゃうんですよねだからうんあーエオソン内側絞ったけどな伸ばしていいと、うん、はまっちゃいましたねまあ3センターバックそうですね523ですね言われてる通りだと思います うん。これもチアをちょっと寄りすぎなのよね。もうここに出た時にはもう下がっていいぐらい。下がらないからシュンとここまで引っ張り出されちゃう。うんで、ターンされて、うーん。よくないね。うん、ケントありがとう。 うーんちょっと難しいなぁ守備がこれ4枚組みに変えてもよかったと思うんだけどなぁそうですね3 2 4チの形ですねただ3トップ甲府さんがしっかり1トップ2シャドウが当ててくるんでうーんなかなか運び出せないっすね うん、背後背後になっちゃうと。うんこれノアのファールなんだよな。これ多分ノア手使っちゃってるのかな。ああ手使っちゃってる感じだね。うん。まあ中央に差し込みたいんですけどなかなか差し込めなくて背後。 っていう選択肢になってたのかな。俺もまたチアゴ、頂点になってるな流れの中の、うーわ。うーん。あー、これはファールだね。うん。アダユトンんちゃんとイエローカード出たから、あんま怒んないで。ごめん。解決君いいやつだから、ごめんね。 でもなぁ、海くんでスピードでやっぱり、あだダユと選手ぶち抜けるんで、やっぱすごい選手ですよね。うーん。海くん3枚目かあと1枚で累積ですなぁ。まあ、そうなってくると、両がとか内孝さんにまた頑張ってもらわないといけなくなると。うん。 まあ大丈夫だと思うんですけど。ね高さで部がある徳島って珍しいですけどね。ありがたいことに。まあ、ノアとかね、カイケくんとか高いんでね。うん。 ぶね,ねうんまあゴールキーパーとディフェンスラインの間に速いボールっていうイメージなのかな甲府さんは、まあ、それがセオリーですからね一つの。 価格は見づらいですよ来たうーん枠だよーちやご悪くはないんだけどねただやっぱり中央には差し込めないブロック ブロックの外、ブロックの背後っていうところが強くなってるなぁ。チアゴッドはこ、うん、ここは枠にしっかりインパクトして、えー、入れて欲しかったですね。またチアゴとノアの位置が変わってるなぁ。うーん。で、かいもカードもらってるんでね、あんまり。うん まあ徳島の右サイドが本当にうまくいってないというかうまくなってないというかうーん余一郎ナイスそれはいかなくていいその次だナイスねああナイスナイスナイス 交付の距離感は良くないうんまたノアが右だなこれはんだろう指示があったのかなちょっとわかんないですねナイスケントが今浮いてるからケント使いたいけどいやケント下がってこないで下がってこないそう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  価格は狭いな <laughs> 見えねえな兄貴いいとこ立ったナイス隼トはやっぱ落ち着いてるな <laughs> うんここで持たせてもらえるんであればもう少し運び出す方がいいですね エウソンね、まあこれはまあ差し込めてないんで外回り外回りになっちゃってるんで徳島としては別にいいビルドアップではないんですねここはもうエウソンとシュンとこれもでも外なんでね中に差し込みたいんですけどなかなか差し込めてないなうん降参がうまいところでもあるんですけど結局またセンターバックにボール戻ってきて。 んーシュンとも差し込みたいけど差し込めなかったここで持てるんだあればもう少し差し込みたいかなーボールは動かしてるけどやっぱりブロックの外なんですよね今んとこでこれもライン越えられてないんですよねハヤトがうーんできれば越えてほしいんですけどうん うーんねえシュント惜しかったねあファールねだからこのボール徳島ボール保持してる時間帯も結局相手のブロックの外で、えー、とボールを回してるだけなのでうん中に差し込みたいけどなかなかうまくいってないかな。 うんで相手3枚ワン、まあ、トップツーシャドウで徳島のスリーセンターバックに対して制限かけてきてるんでちょっと変化を与えてもよかったかな自利品ですよね、まあ、三浦先生出てくるでこれも阿田雄太先生出てくるで伸ばすしかなくなっちゃってるんでうん後ろでその数的より作れない補正まで関われば変わるんですけど。 ただやっぱ今の位置だったら補正まで出ていけないんであれば、うーん、兄貴下がって、後ろ4枚気味とか、いうことができれば、もう少し、えー、中央に差し込むっていうチャンスができたのかなと思います。どうしても後ろ5枚で回してる感じだったので。5枚っていうか3枚。うん。両一郎のやっぱ切り替えはいいですね。うーん。 本当に当たり前のことは当たり前にやってくれる選手だなぁと、洋一郎に関しては思います。じゃあ、それ出るか出ないかどっちかにして。うん。で、16番のやっぱり林田選手が、えー、アンカーの位置ですね。うん、ナイス、洋一郎。うん、ちょっとわかんないなぁ、今の。洋一郎のプレス悪かったのかなぁ。 ちょっと最初ラインの動き方が分からなかったんで何とも言えないただここまで余一郎しっかり戻ってくれてるんでそれは OK なんですけどうーんいやーまた開いたあうん、うん、詰まっちゃった でも、ノアがね、抜けてくからね、ナイス。ってい、ノア。うーん、ボディーフェイント入れたけど、シュンとまだ入ってきたけど、ちょっときつかったな。うーん。別にハヤト、早くそこでファールを犯すのは別にいいです。はい。相手のカウンターの目を積んでるんで。あー、これ、オフないんだね。海賢君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 うーん ナイス交代。かげくん、ナイス解決くうん。まあ、早とが、えっ、ー、と、この前のシーン、えー、ファウルで相手のカウンターの目を積んだはずなんですけど、結局、そこから早いリスタートで、えー、押し込まれちゃったっていうところで、まあ、やっぱりその辺はもう少し意識の。 えっと、改善が必要なのかな ?R で止めたこと自体は悪くないんですけど、じゃあ止めた後、どうだったっていうところですかね。うん 暑かったんだろうなぁ。飲水なかったんですよね、確か。まあ、今24分なんですけど。飲水取るならこれぐらいだと思うんですけど。ま、あ飲水はなかったと。うーん。ま、補正まで加わればボールは持てるんですけど。 やっぱ前進はできないですよね。相手3枚。ワトプスシャドウが殊島のスリーネタバックを。今、隼人がいい動きしましたね。相手のシャドウのあれを超えたので、今、隼人のプレイからですね。立ち位置から。1個超えれましたね。ただ、こっからなんだよな。うん、3、2、5ですね。シュンと降りちゃってもよかったかもね。ここはもう。 降りて後ろ3枚、まあ3枚気味、4枚気味にして、もう少し。うん。ちょっと解決もうちょい高い位置かな。チアゴ、チアゴ降りてきちゃった。降りてきちゃった。チアゴ。降りてきちゃった。降りないで。頼む。<laughs> うん。まあ、5、2、3の、えー。 ブロックというか、プレスというか、をこうさんがきれいに取ってますね、多分。えっ、ー、と、最初らに見えませんけど。これで兄貴が、うん、今受けて、後ろ4枚気味になったところで、ハヤトが浮いた。なので、ここに行けてるっていう、うん、のは、うーんって感じですね。ないよ。パールないよ。ナイス。ケントナイス。シュート。え、シュート、うん 今、えっ、ー、と、兄貴がちょっとディフェンスラインに降りたところから始まりましたけど、まあそういうふうにして相手の、まあワントップツーシャドウの、えっ、ー、と、プレスの回避をしないといけなかったんで、でそれは悪い判断じゃないのかなと思います。うん。この辺は兄貴が判断してるのかなうん。 これでワントップツーシャドウ、相手の交差のワントップツーシャドウが徳島のスリ、えーセーターバックに対して当たっちゃってるんで、これはもう降りてもいいぐらい。うん。ああ三浦選手いいねー、やっぱり。これで補正使って回避したんで、運ぶ、運ぶ。そう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 。そう。今は兄貴降りなくていい。やば。 やばいって <laughs> これチ夜子どこ守ってんの <laughs> うーんきついなちょっとそのファーストプレスライン超えても兄貴がうーん最終ライン気味だったのはちょっと気になりますね下がる必要なかったんでもう少し高いしれば相手困ったのかなぁと思います そうですね。交差さんの、えっ、ー、と、今、配置ってのは、実況さんが言ってくれてますね。まあ、4123ですね。オフないんだ。まあ、でも、ょうよく戻ってくれてますよね。危ない。うん、ナイス。五台オフだと思うんだけどな、これ。 ダイスホッセありがとう,うんオフだと思うんだよな。これ何回かそのハイライトにも映像あったんで見たんですけど、これはね、多分オフなんだと思うんだよな。ライン上がりきってる。オフだよね。オフだよな。今のはオフ,オフだよな。多分オフなんだよな、これ。うん、オフだと思う。 まあ補正ナイスセーブですね。ありがとう。オフだよな。これコーナーキックになるんだよな。うん。アウトスイングですね。はい。えっ、ー、と、守備組織。徳島の守備組織があんま変わってないかな。危な。ホセ、ありがとう。 ホセありがとう。ちょっとブロックされちゃったかな。相手に出ていくときに。ああ。これのは飛んで良よかったと思うんだけどな。どうなんだろう。危ない。ホセのおかげ、ありがとう補正、ホセ <laughs> セーブ数はうんそうねセーブ数ってことはシュートそれだけ打たれまあいいやうん過去の話です、うん、1試合平均20本ぐらい打たれるうわ頭が頭がうんまあいいやはいナイスうーん うん、画角が狭い。ああ。ちょっと今、補正でもよかったのかな。これでまた、整えましたね。お互い。ちょっと、剣とに違るか。まあ、セットブレイクずれで、ちょっと、 ちょっとバタついてるというかうんうんちょっとポジションを整理したい一回出していいけどなあ これ、シュンとがそこ出ちゃうと結構しんどいのよね。ナイス、ノア。ナイス。あうんやめろナイス。ちょっとやっぱシュンとが出なきゃいけなくなっちゃってるのはあんまり良くないな。でもやっぱノアはしっかり、えっ、ー、と、守備、えー、ボール持ってないとき、相手ボールのときに、 やっぱり、すごくよく動いてくれてますよね。その辺がね、いいと思うんですよね。のは、まあ、この試合も点取れましたけど、それ以外のところ。うん。ポケ、んシュンとどうした足取られた。いや、チアをそんなアピールしなくていいから。<laughs> シュンと中央、中央。あー、きつ。 今、陽一郎は気を利かせて内側絞ってくれてましたけど。うーん、シュート一本か。前半やばいな。うーん。ナイス。はい。じゃあそこ頑張ろ。 うん,うん、うん、兄貴ちょっと降りてもいいですよねここだったら相手が523なんで。 で兄貴に誰か引っ張られれば中央空いてくるんでうーん後ろ3枚になっちゃうときついうんはまっちゃうからうーんだからやっぱ自陣から出れないなナイスシュントエウソンシュントまあエウソンとシュントはすごいね これで回避して、うん、ケント降りちゃうか。降りちゃうか。今の、ハヤトに運ばせて、ケントが、ファーストプレスライン超えてくれてる方が良かったとは思うんだけどな。まあ、様子見の前半だったら別にいいんですけど。であれば、00じゃないとダメよ。っていう感じでしたね。 両チームとも、うーん、そうか。徳島としてはちょっとやっぱうまくいってない気はするんだけどな。甲府さんは多分狙い通りにボール動かしてる感じ。徳島としてはとうん、狙い通りに動かせてないよね。うん、ここでエウソン出てきた。 ちょっと修正っていうか、ま、甲府さんの出方が分かったのかなこのぐらいで。まあ、もう30分過ぎてるんですけど。うん。ちょっとプレスというか、えー、ボールへの出方っていうのが徳島は変わりましたね。まあ、多分相手の甲府さんのその出方が分かったからだと思うんですけど。ちょこっとだけ変わりましたね。 ただ、これが、じゃあ、ベンチからの指示なのか、ピッチ内の選手の判断なのか、っていうのはちょっとわかんないですね。まあ、別にどっちでもいいんですけど。うん。うまい。海外君す、うまい。いいパ、縦パス。え、嘘は大丈夫よ。取られないから。うん、ナイス。変えたい。もう一回変えたい。え、今、チアゴフリーだったんだよね。サイドで。 うーん、避けちゃうか。うーん、避けちゃうか。そうか。様子見だったらいいんだけどね、これで。これ、かいくん、ファーストプレスライン超えてもいいぐらいだよね。最初のとこで。結構超えれてないんだよ、これ。あ、ケント降りるな。ケント降りるなもうちょい前でも良かったと思うんだよな。これも、だから超えれてないんですよね。ファーストプレスライン。 うーん降りちゃうなその相手がワントップスシャドウで制限かけてきてるので、その最終ラインにボランチが降りるっていうのは別に僕はいいと思うんですけど、その他の選手、ウィングとか、ウィングバックの選手が降りちゃうっていうのはちょっともったいないかなと思いますね。うんこれも外なんだよな うーんちょっと見づらい。科学的に。うーん。うん。うん。要一応下がったけど。下がるんだったら下がりきってよかったかな。後ろ4枚気味にした方が。 いい気はするうん523のプレスですね基本的にはもうちょっと徳島としてはうまくやりたかったかな今いいとこ入ったち一郎もいいターンナイスそらわあシュントンとこだよしうまいチアゴうん いやなんか、見えん、見えん。ああ、ファウルだ。それはファウルだ、シュント。うん、シュント、それはファウルだ。うん。うん、それは後ろからだから、シュント、ファウルだ。ボールに触ってないし、うん、仕方ない、シュント。うん。 今の洋一郎の引き出し方がうまかったかなぁ。まあちょっと下げすぎってのはあると思うんですけど。で、プレスのところを見ていくと、高ウ後ろ4枚気味を作り出して、やっば。<laughs> そこのやっぱインサイド、14番の中山選手がインサイド受けたところからですね。だからあそこをどうすんのっていう前半だったかなと思います。だから結局ここで、えー、失点してしまうっていう感じですね。 なので、甲府さんとしては狙い通りですね、中山選手、14番、中山選手がインサイドでボールを受けて、えー、大外に出ているユート斗選手を使って、結局、ワントップの三浦選手が、まあ、ボレーを決める、えー、クロスからのあれを決めてるので、ほぼほぼ甲府さんとしては、本当に狙い通り、練習通りぐらいの、えー、得点かなと思います。うん 徳島だからそこの、えっ、ー、と、甲府さんの、可変してる部分に、若干対応しかけてたんですけど、結局、肝の部分にはうまくいかなかった。うん、プレスかかってない。まあ、それが、まあ、誰のせいかっていう話じゃないんですけど、なかなかやっぱインサイドを捕まえられない。で、シュントがどうしても外出ちゃう。出なきゃいけなかったっていうところかなと思ってます。 まあ、この辺はアニメーションを作りながら、えー、失点シーンですね、しっかり、えーまあ、前半うまくいかなかった理由の一つだと思うんで、えー、そこも作りながら、えー、また LV スタジオの方でお話しできたらなと思っております。うん。で、前半残り5分なんですけど、えー、っと、どうやって過ごすかですよね。例えば、 もう一点取り、ああ、もう一点ていうか、とりあえず一点取って同点にしたいのか、それとも、えー、01、えー。え一点負けてるけど、まあ、最小失点のまま、後半に入りたいのかっていう意思疎通は、どうなんだろうな、できてたのかなオフだと思う。オフじゃないのマジマジかよ。今のオフじゃないんだ。見えないからわかんないけどね、科学的に。 危な,危なうんまあ今ケントは言ってましたけどその前のとこオフだよねっていう感じで腹審さに言ってましたねうんそうねうん 変わってたのかちょっと失点してから、まあ、自分たちのボールでキックオフなんですけど結局すぐに交差にここまで攻め込まれてしまってるっていうのはまあ、あるあるなんですけど結構ね自分たちのボールでえー、っとキックオフ、まあ、ボールを自分たちが持ってプレー再開できるんですけど 結局、失点者チームが押し込まれちゃう。まあよくある、あれですね。まあ、これは多分、年代とか世代とか関係なく、やっぱり精神的なもの、メンタル的な部分っていうのは、サッカーにおいて非常に重要だなと思う部分ですね。うん。 うーん、ちょっとバタついてますよね。まあ、切り替えてその、まあ、前半1失点してしまったけど、まあ、最初失点で相手の様子見れたっていう風に割り切ってもいいんですけどちょっとバタ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 しちゃってるかなと。だからゲームプラン的にはうーん。 どうだったんだろうまあ、0-0、もしくは0-1、相手に1点取られてしまっても落ち着いて、えー、後半入れればいいっていうプランであれば、ここまでバタつかなかったのかなとは思うんですけど、ちょっとバタバタしてますね。うーん。ちょっと難しいのかなああ、めっちゃ兄貴吠えてた。うん。うーん。<laughs> まあ、失点するまではそこまで、えー、まもちろんやられてましたけど、ここまでひどくなかったんですよ。で、失点してしまった後にここまでバタついてるってことを考えると、まあ、マインドセットというか、えー、がちょっとうまく、チーム全体でできてなかったのかなと思っちゃいますよね。うわーやべえ <laughs> やべえうーん。 うん。うん、ちょっと、失点してからが本当にひどいですね。そこはもう割り切ってよかったと思うんだけどな。二失点するよりは、最初失点で後半入れる方が絶対いいんで。ちょっとゲームプランどうだったのかなっていうのはこの辺ですね。 うん、前半様子見だったら様子見いいんですけど。うーん。であれば、1失点してこんなにバタつく必要ないので、ちょ,ちょっとね。う,ん、うーん。うん。 そうなんですよね。長いボールを中心になんですよね。相手のブロックの外、ブロックの背後でしか、えー、とボール供給できてないんで、徳島としてはうまくいってない。で、甲府さんとしては、まあ、うまくいってる前半かなと思います。AT は1分ですね。んまた1秒ずれてる。まあいいや。 うん。これもチアとノアの場所変わってんのか。ちょっとわかんねえな。この辺は。まあノアはここでしっかりプレスバックしてくれるんで、ありがとうノア。うん、ファールになっちゃったか。でもノアは悪くないよ。今の。本当に。ナイスプレイ。ナイスプレイ。 まあ前半のラストプレーですね大事なのはここで失点しないことうんそうなんですよね同じ位置同じサイドからのフリーキが増えてるんで徳島としてはやっぱりうまくいってないうんここで終わりとうんまあ放り込まれなくてよかったですね今の 前半はちょっとやっぱり甲府さんにうまくやられちゃった感じですね。徳島も途中で対応したのかなと。まあ、35分ぐらいかな。っていうふうに見えたんですけど、結局失点してしまってからちょっとバタ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 してしまった前半だったかなというふうに思います。おまあ後半はね、勝つんで、はい。 また見ていこうと思います。はい、それでは映像持ってくるまで、えー、マイい切ります。 えっと、映像を持ってきました。えっ、ー、と、前半のスタッツ見ていこうと思います。えっ、ー、と、18キックオフターから今19時ぐらいか。結構明るいんですね。うんうん。はい。えーと、リモートチェックインのお時間です。皆さん、リモートチェックインをよろしくお願いします。あの、現地に行かれた方も、あの、現地でのチェックインと、えー、リモートチェックイン、よろしくお願いします。 これね本当にお金に関係するんでよろしくお願いしますはいうんまあ前半のスタッツですねまあ非シュートが8で徳島は3本しか打ててないまあ枠内に2ってありますけど結局ブロックに引っかかっちゃってるやつだけなのでうまくいってないかなと思いますでボール自体はまあ54%半分以上持ててますけどまあ中に差し込めなかったんで もう少し工夫しながら後ろ4枚気味にしたりとかいうところでやれたらもっと良かったかなと思います。相手がね、やっぱ3トップでしっかり当ててきてましたんで。はい、平均ポジションですね。甲府さんは高い位置取れてますね。で、やっぱり4123っぽくなってるんですよね。で、アダユートの選手も左のワイド。で、19番の宮崎選手も右のワイドに出てるので、やっぱり4123。で、シャドウが14番と10番ですね。中山選手と えー、鳥海選手あ、鳥海選手ですね。失礼しました。鳥海選手。で、徳島としてはやっぱりポジションはどうしても全体的に低いと。で、チアゴがちょっと孤立してるのかなっていう感じはしますね。まあ、いい距離感って言ってますけど、どっちかというと、ちょっと、うーん、ちょっと外れちゃってるかなって感じです。もうちょっと そうね、ボランチを降りながら後ろ4枚気味にしてもよかったのかなと思ってます。アタッキングサイドです。えー、さんは左が45%、まあ、ダイウトの選手のとこですね、で、やってるって感じでした。まあ、それに関しては中山選手10番中、14番中山選手がインサイドでしっかりボール受けてるっていうところもあると思います。で、徳島としては、うん、右が50%、左が41%。 パー中央は9%パーもう少し中央を使いたかったんですけどどうしても外外、えー、ブロックの外でのパス回しになってしまったっていうのがよく見えるデータかなと思います。はいボールダッシュ1の比較ですね。うーんトランジションが激しかったって言ってますけどまあ両チーム合わせて40回ないぐらいなんで非常に。 うん、まったりした感じかなと思います。で、甲府は40.7メートル、徳島は36メートル。まあ甲府の方が高いんですけど、徳島としてもそんなに低くはないかなと思ってます。まあシュート位置比較なんですけど、まあエリア内シュートが2、4、6、甲府が6本、徳島1本なので、 しかもそれが枠外なので、ちょっとやっぱりう、うまあうまくいかなかった前半っていうのをよく物語ってるかなと思います。ゴール期待値も0.63と0.16なので、はい。じゃあ前半ハイライトですね。見ていきましょう。まあ前半はいいとこなかったっすね。うん。これもだから結局インサイドの 14番、中山選手がボール受けたところからやられてますんで、うん、だこのシーンと失点したシーンってほぼほぼ同じなんですよね。だからインサイドの中山選手、どう捕まえるっていうところだったんですけど、まあ、そこはうまくはまってなくて、うまくアダユトン選手、左に流れてるアダユトン選手をうまく使われてしまった前半でしたね、本当に。 これオフじゃないんだ。でも、洋一郎よう戻ってくれてますよね。この辺は。うん。まあ、中山選手は良かったっすね。本当に。これオフだと思うんだけどな。まあ、いいや。ちょっと A1 さんが不安ですね。うん。ナイス フリーだもんなぁもうちょい寄せたかったっすね。これも結局やっぱり14番の、えー、中山選手が、えー、捕まえきれずにっていう感じなのでうーん。まあだダ・うートの選手が目立つんですけどインサイトに入ってるこの14番の中山選手。 これどう捕まえようかなっていうところが、まあ、定まらなかったところで失点かなと思います。まあ、この三浦選手のシュートも非常にうまかったですね。まあ、補正も反応はしてるんですけどちょっとやっぱ逆疲れてしまった感じでしたね。うん。まあ三平選手は本当にいい選手ですよ。はい。はい、選手比較ですね。 うーんまあノアが、まあ、シュート打ててないよっていう感じなんですけどまあそれ以前の話そこまでボール運ぶこと届けることが、まあ、徳島はチームとしてできてなかったのでうーんちょっとうまくいかなかった前半ってのをよく物語ってるえー、ノアとえー、三浦選手の比較かなと思います。 うんはいえー、ではまた映像持っていくまで前に切ります。 はい。映像持ってきました。後半見ていきましょう。まあ、あの、後半からひょっとしたら一人ごと見られる方も多いかもしれませんので、うん、まあ前半はうまくいってなかったですね。はい。で、何がうまく、何がうまくいってなかったっていうところは、また LV スタジオの方でもやるんですけれども、 甲府さんの立ち位置ですね、えー、が工夫されていて、インサイドに入ってくる14番の中山選手を捕まえきれなかったところと、あとはビルドアップのところで3枚気味のビルドアップを徳島はしてたんですけど、まあ、そこに対してワントップスシャドウでハマっちゃってる状態で、まあ、守備も攻撃もうまくいかなかったっていうところかなと思っております。では後半見ていきましょうか。 まあ選手交代があるんですけどはいうーんはいはいまあ徳島は文句言ってなかったんでそうなりますよねでここで選手交代と、えー、清志郎が入って清志郎が。 頂点で、えー、右のシャドウがノアという形になりましたね。うん、ですね。ふうちょっとすいません一回一回一時停止します。 えーとうまくつながってるかなちょっと分かんないですけどすいませんちょっと席を外しましたうん大丈夫だねはい見ていきましょう清志郎入ってくるっていうところからですねうんおっこい姿勢本当に清志郎が素晴らしかったですね、まあ、前節に引き続きなんですけどうんすいません ハイボール飲みますはいいやあ開始後半開始のところで9四郎が入ってくるっていうところでまあ試合後コメントとかでもありましたけどやっぱりちょっとチアゴのところがうまくいってないっていう認識はやっぱりあったみたいですね。 もちろん前半で交代させるというか交代するってことも考えられたんですけどさすがにそこまではっていうところですね、まあ、相手にも前半途中で変えちゃうと対応されちゃうし、えー、どうしても後半まで待つしかなかったっていうところもあると思いますはいうん サポートしてますから始まりそう。右もしっかり機能させたいですよね。後半こサイドの優位性というのを後半どのように変化していく。これでノアがやっぱあノアじゃないやつ。清志が頂点でノアが右のシャドウ左が良いチョッ始まりましたね。ノアの背後と。三四五六七八。独島フォークボールです。 うん、ほぼあったんで、これで見ていこうと思います。そうですね。うん、そうですね。清代が頂点。で、シャドウの位置に、えー、ノアと、洋、えー、一郎と。で、右のシャドウがノアと。ノアを本当によく守備まで、えー、してくれるんで、いいと思います。うん。そうですね。守備の献身性高いですね、ノアは。 うん、まあ早くスローして。で、ちょっと前半と変わったところで言うと、まあボランチの立ち位置かな。あの、ちょっと危ない。えっ、ー、と、多分前半と違うのが、えっ、ー、と、ボランチの、えー、シュントと兄貴のボールの関わり方はちょっと 変わったんですよね。あら、ファール。うん。う林田選手と中山選手は、うーん、どうなんだろうな、カールカールなのかな。中山選手がアンカーっぽくなることが多かった気もするけど、どうなんだろう。 うん。林選手良かったですよね。この試合。まあ、セットプレーの守備は課題なので、ここはしっかりやりたかったですね。うん。あぶね。あぶね。<laughs> あぶな。

うん。まあ、5、2、3ですね。基本的には。それに対して徳島がどうボール運び出すかなんですよね。ちょっと兄貴が低い位置取り出したのかな。危ない。アフター。 うんまあ、かなり前に出てきてましたよね。相手の。まあ林田選手、中山選手っていうのが。うん。で、ちょっと若干やっぱシュントが折り気味になったんですよね。これが前半との変化かな。シュントがボール関わりながら運び出すってことが多くなったので、これは狙いというかチームとしてやってたことなのかなと思ってます。うん。これで4枚。後ろ4枚。絶対プレスかからないんで、 は3枚なんで,で長いボール使いながら前進していくっていうところセカンドボール拾ってエウソンうんで前線が清志郎とかノアになったんです無理が効くっていうところまあスピードもそうですし、まあ、その辺りでシュンとかちょっと降りてえー、長いボール出せるようになった出せるようにしたって感じですかねうんいや今村さんいいですよ うん。シュンとか降りて、えー、降りて関わるようになりましたね。カイケ君必殺技出そうとしたんだけど、このカイケ君のスピードでギリ間に合うぐらいの、えっ、ー、と、アダユートン選手ってすごいよね。本当に。アダユートン選手ほんと速いんで、はい。そこと、まあ、バチバチにやり合えるカイケ君っていうのはやっぱり J2 の中では本当にいいセンダーバック、 を取れたなと思いいます守備においてうん海家くん買い取れないのかな難しいか長崎さんだしなでこれもンとか降りていくって感じですかね で、それで相手のボランチ一枚引っ張り出せたら儲けもんなんで。おおい、肘入ってるって今の。オフじゃないね。でもエウソンだから。やばいナイスナイスナイス兄貴ナイス兄貴ナイスですね。うーん。 これですね。はい。兄貴、さすがです。<laughs> 兄貴、良かったっすね。今の寄せ。<laughs> いやー、ナイス。うー。かかってるって。ま、余ちのか。今のところも、結構、旬とかやっぱ降りて、後ろ4枚気味にしてたんで、 多分変えてるんだよな、意識的に。うーん。洋一郎もな、もっと自由にできるポジション、どこだろうな。 まあ今は4、3421のシステムなんで、シャドウに入るしかないんですよね、洋一郎が。うーん、ツートップとかで入れればもっと輝くとは思うんですけど、まあチーム事情もあるんで、そこは仕方がない。頑張ってもらうしかないって感じですね。で、この3枚でやっちゃうとハマっちゃうので、これに対してシュントがどう関わっていくか。 っていうところで前半と結構変わってるかなと思います。探しちゃっていいシュンとただうーん今3センターバック狭いんでどうしてもちょっとシュンとが降りる場所がない感じでしたね。もう少し3センターバックはえー、っと幅を取れればシュンとが降りる位置が出てきて相手のプレスずれるんですけどあれはちょっと難しいかな。うん。 うん下がったシュンと。これで相手のプレスはかかなくなってるんで、うん、ちょっともっとシュンと使ってよかったな、今の。シュンと使って、相手の、まあ、右のシャドウ、鳥海選手が出てくれば、早、え、戸、ー、がフリーになって持ち運べたりするんで、もう少し、そのあたりを使えばよかったんだけど、どうなんだろうな、チームとしてやってたのか、ちょっと微妙ですね、今の動き見ると。う シュンとかアドリブでやってる気もするし、ちょっとわかんないかな。うん。ああ、前の選手は決まんないと、後ろの選手は決まんないと、その通りですね。うん。ほんとそうです。 前線の選手はいかに、えー、スイッチ入れれるか、ね、方向をつけられるか、ね、で後ろの選手って変わってくるのでポジションが立ち位置か立ち位置が変わってくるので本当大事ですねここでシュントが来てで16番ボランチ林田選手引っ張り出したんでちょっと清代が今浮いてた感じですねこれはウィングバック が荒木選手が出てきたのか。うん、後ろ三枚気味だとやっぱきついな。ハマっちゃってる。うん。はす、ホセナイス。ホセナイオフですね。よかった。ホセが外で触ってのかと思ったよ。 うん,うんまあとにかくアダユウトン選手の早く下がってもらって、えー、右のセンターバックに内向さんを入れるのが打開策かなとは思いましたねまあアダユウトン選手に対して内向さんだとやっぱりちょっと厳しかったんでカイケ君だから止められた部分があるんでうんまっしゅんと。 ノアもよく足伸ばしたな。いいボールうーんって思って見てましたね。そのちょっとあんまり打開できてなかったんで3センターバックの組み合わせ変えてもう少し運べるように。長崎戦では内孝さんが右のセンターバック入って運べたんで。 もう少しそこにしていきたかったんですけど、このアダユートン選手を止めるために、まあ、カイケ君がやっぱり退治しないといけなかったっていう部分はどうしてもあるんで、まあ、それまでは我慢かなと思って見てました。ねアダユートン選手を内孝さんが何とかするっていうのはちょっと厳しいので、正直。これ、よその内側入って、ノアがフリーランニング。素晴らしい。うーん、甘かった。 うん、シュントが本当に前に後ろによく動いてますね。シュント B 機ーーの僕だから言ってんじゃないですよ。そう。だからここで奪えた。はい。はい、九シロナイスー。ナイスー。さすが九シロナイスー。ナイスー。 今のは前のプレスからボール奪ってですね。もちろん相手のミスが少しあったんですけれども、相手のミスを誘発したのも、徳島のプレス。これシュントが前に出てるので起きたことなんですよね。で、ノアがちょっと多分シュートフェイント入れながら左足のアウトサイド出してくれてるんですけど、 これもシュントがいってるので、ここで奪えてる。で、ノアが、うん、多分シュートフェイント入れながら、左のアウトサイドで清代に出してる。で、清代がやっぱり、うまいですね。うん。<laughs> シュート打つのうまいですね。本当に。ナイス、ナイス、清代。さすが、清代。これで1対1と。うーん。まあ、5番の今津選手は、やっちゃったって感じでしょうね。 シュントと余一郎なんか喋ってるなぁ。で、ここも9白行って、うーん、ビルドアップのミス。まあもちろんミスなんですけど、徳島としてはうまく追い込めたのかなぁと思います。あぶ、出すなナイス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 。ナイス、兄貴ナイス。ほんと素晴らしい。 コーナーキックになるかスローインになるかで全然違うからね。兄貴ナイス。あ,あ、複数得点ないのか、甲府さんも。えー、いやー、入れ替わっちゃダメよ。これもシュンとか、カバーか。 でやっぱノアと清志郎なんで多少ラフに入れても頑張ってくれるっていうのがまあ後ろとしてはありがたかったのかなと思いますねいやー、三平選手うめえな本当にちょっとオープンになっちゃうと徳島としてはうまくいかないんでもう少し危ないちょっとバタバタしてる両チームとも まあ同点になって甲府さんとしてもやっぱり勝ってた状況からドローになったんでちょっとバタバタというかちょっと無理無理をするシーンがえ甲府さんも増えてきたのでうんなんでファウルじゃないんだよって光弘さん言ってますねちょっと接触はあったのかなうーん あ,あ、ここでシュントと当たってるところか。多分この前なんですよね。三浦選手が言ってるのは。シュントが飛び込んでボール奪いに行ったところで、膝に当たっちゃったってのがあると思うんで、うん。で、その後三浦選手はね、頑張ったんで、あの、見えづらいんですけど、まあ実際、接触はあったと思います。うん、OS1 ね、OS1。うん。 徳島ボルティスには OS1 があるからね。いや、うまいな清白うまいなうまい。うまい。清白シュートうまいよね。本当に。うーん。ビルドアップはもう少し工夫してもよかったかなまあ若干、シュントが下がりながらっていうのは、 変わってはいるんですけどうんうまいうまいシュンとうまい前半に比べるとやっぱシュンとの位置がかなり変わってきたのかなと思ってますうん相手がまあ523で来るんで <laughs> 523のプレスなんでうんやっぱり 後ろ4枚気味にした方が相手は迷うのかなと思いますで5二三の2を <laughs> 2を引っ張り出せればまた変わってくるんでシュンとうまい うーん。兄貴どうだったんだろうな。狙ったのかな違うと思うんだけどな。結構だから、シュントが動き回ってて、兄貴がどっしり構えるっていう感じ。多分これが一番、今の徳島のボランチだと、まあ、兄貴が入る場合はいいのかなと思います。で、太郎ちゃんとシュントのボランチのコンビになると、またちょっと、 変わってこないといけないとこなんですけどうんうん光平選手も苦労してるんだな本ほんといい選手なんだよな多分ほんとに甲府サポさんからもほんとに信頼されてるというかあのー、そういう選手ですよね、うん、だと思います でここで選手交代。甲府さんが先に動くと。あ、徳島も動くんですね。えー、っと、洋一郎下がって、太郎ちゃん。これは位置変わってないはず。うん。で、甲府さんの方が、えー、っと。あーやっぱ道枝選手下がるんだ。下がって、ピーター・ウタカ選手、ウタちゃんね。 えーっと荒木選手左のワイドに変わって小林選手6番ですねはいいやあ浦選手怪我しなきゃいいけどなあ懐 <laughs> く君たまにヘディング <laughs> やらかすんだよな、な,な、なんなんだろう。うまい、しゅと。で、太郎ちゃんがインサイドに入ったんで、太郎ちゃんがね、とにかくうまいんだよ。あ、うん、太郎ちゃんがね、とにかくうまいんだよ。にゃー。うん。びっくりした。杉森くん、入ってないよね、まだ。 太郎ちゃんはやっぱりうまいっすよね。まあ水、水戸戦、水戸戦長崎戦の時に、えっ、ー、と、LV スタジオでも言いましたけど、まあ、一番印象に残ったのは太郎ちゃんですって言いましたけど。うん。太郎ちゃんはね、本当にね、サッカーをよく知ってる。いい選手。改めて。うーん。 ここで海く君がちょっと痛めるのかどうかわかんないんだけど怖いよね海く君がね海く君がアダユートン選手を抑えててくれたのはあったんで正直でここで内孝さん入ってくるんですけどまあその内孝さんとアダユートン選手のその1対1になるとやっぱりかなり厳しい ので、まあ、特徴の問題ですね。内子さんは悪いとか、そういうことではなくて、あのー、選手の特徴の問題で。できれば、大友友敦選手ががん、まあ、前半からすごく頑張ってたので、大友敦選手を下げてから内子さん入れて、徳島としてはペースに切りたかったと思うんですよね。うーん。あ、つ、釣ったの つったつ、あつったのね、帰ってい。全然 OK。ちょっとね、アデウトン選手下がるまで内幸さん投入は、できれば下げたかったよね。うーん。うま。 ナイス今日ナイス来たうーんナイスグーこれで逆転ですね。うーんナイスゴール。ナイスゴール。本当に。ノアがね、流れの中から初めてのゴールなんですよね。PK 以外の。まあ、これはでも本当に、ケントのクロスが良かったのかなと思います。 で、その中でノアもしっかり体に与えて,てゴールに、えー、ボールを送ってくれたっていうのは本当に良かったですね。うん。ノアもこれからね、たくさん流れの中からゴール見たいよ。できれば左足でぶち抜いてほしいんだけどな。うん。ナイスゴール。ありがとうノア。 ナイスゴールドは、ありがとう。で、ここで内孝さんが入ってくると、やっぱちょっと海輝くんが足気にしてたのかなうん。で、リードした段階で、まあ内孝さんっていうところなんですけど、うーん。ちょっとこのあたりは、やっぱりちょっと、どうかなーって感じはしました。 まあ、与えうどん選手下がってくれてれば、全然内さんでいいんですけど、うん。ちょっとそこがねー。うん。隼人ナイス、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 隼人ナイス。うん、ケントと下がってった。 いやー、ノアはよく本当に守備まで戻ってくれるな。やめろ。ナイス本ほんとね、太郎ちゃんうまいのよ。とにかくボール失わないのね、太郎ちゃん。にゃー、ん、ん、おにゃー。オフだろオフオフ。オフだって。うん、オフオフ。 鳥海選手、いい選手ですよね。本当に。まあ、細としたらもう少し早く吹いてくれよっていう感じだったのかな。今村出身に対しては。ただ、今村さんもこの試合はすごくよくさばいてくれてますよ。はい。んちょっと1秒くらいずれてるかな。まあいいや。 しろねナイスきゅうしろあーちょっとえうそんたわんかったかうんこれはうたか選手降りてきたところにコウダイついてきたのか うーん。やっぱ太郎ちゃんは効いてますね。このアダユートン選手が低い位置で持つ分には別にど,どうでもいいってわけじゃないですけど、そんな怖くないんで、ここで持たれるのが一番いいや、いや危ね修正はしてますよ。はい。 いやーほんと徳島サポの声がよく聞こえますね今津選手持ち上がるんだえオフだろオフだって <laughs> オフじゃないのどうだよオフ、まあ、微妙だったか いやーよくないうんナイスブロックナイスブロックこうだいかなうん。うん違うね。太郎ちゃんだね。よく寄せた。 まあ太郎ちゃんはさすがよほんとにうん下がったそうだねライン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 多分ピーコさんかな声はうん ここで甲府さんは選手交代と。えー、っと、竹富選手と木村選手。ああ、これでやっと、アダユート選手変わってくるんだね。と、竹富選手。鳥海選手に変えて木村選手。鳥海選手と安田優ー選手、良かったですよね。この試合、怖かったもん。うん。 で、林田選手は全部出てたのかな。本当にいい選手だな。 システム的にはあんまり変わってないかなどうだろう甲府さん、これでう,ん,うん。ちょっとわかんねえな。ああ、木村選手と武富選手のツーシャドウ。う 危ない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 ってねっシュートうまいうんうーん かけられるようになってるまあまあな <laughs> まあな <laughs> うんやっぱ逆三角形なんだだから4一にしたんだよねありがとうホ生そうそう勝ってるからね今。 今勝ってるんだよ。今内幸さんが中央にいるなぁ。まあ流れなかったと思うんだけど。もうほんと太郎ちゃんがうまいのよ。うまい。ヤトに今のパスうまいよ。エウソンが内側。 んで、運びたいけど、どうちょっと疲れてるかなそうそう、ボール持ってれば負けないからもう。うん。<laughs> そう、奪われなければいい、徳島は。内交差が中央にいるなうーん。 センターバックが出てきてボール奪われたかーうーんナイス兄貴カウンターだよいやーちょっとパスずれたいやー <laughs> うん兄貴 やばい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 。それはよくない。うたちゃんいるからダメだって。ナイスー。あれ、内孝さんは中央か。うーん、内孝さんが中央だな。やっぱり、インサイドに入ってくる選手は気になってたのかもな。ナイスー。タロちゃんうめぇ。うめぇ。タロちゃんうめぇ。 タロちゃんうめえ。マジうめえ。エウソン。キヨが真ん中入ってくれた。タロちゃん。マジね。タロちゃんうまいよね。折り、うん、返しノア頑張れノアうん、うん、手に当たってないああ、うん、惜しかったね。 惜しかったうーんこれのねエウソンがねうまかったんだよね折り返しなんですけどうーんで内側に当てた後にやっぱりエウソンはしっかり入っていってるんですよねあのボックス内におい何があったおい何があった おーい、何があったわからん。何があったのおっと、甲府さんのね、スイッチャーさんはちょっときつい。うわー、あぶねー。もう、うたちゃんはダメだよ。ボール持たせたら。うーん。 まあ徳島としてはリードしてるんでこの時間をどう過ごすかまあ大事ですよねうんまあ甲府さんは変わらず右肩上がりとうんのはナイスナイスのは素晴らしいのは 嗯嗯。Hmm. Uh. まあもちろんプレスの部分も改善されてるんですけど、まあ、ボール保持のところもかなり改善されてるのかなと思いますナイス太郎ちゃんないよないよシュントナイスナイスシュントいや清もいい動きしたけどな来た来た清清くわノアのファウル取られたんかいうわーあーもったいないねまあちょっと と体を当てちゃったからねーうーん分からんでもないけどちょっとうーん今村さん見逃してよ今のはえっでここでえー、っと山へセンターバックの中央を変えて佐藤選手 林田選手が中央に降りてるのかなで佐藤選手がまあボランチの位置かなるほどねうーん甲府さんとしては選手交代使いながらなんですけどあんまり形は変えてないんですよね徳島としては形を変えられる方が多分困ったと思うんですけど形自体は変えて ないかなわかんないけどうんノアありがとうノアノアありがとう <laughs> そういうの大事ノア大事よ本当に。 うん、残り十分ぐらいですねうーん。 あるかあー太郎ちゃん太郎ちゃん太郎ちゃんうん、ま太郎ちゃんう,うまい太郎ちゃんう,うまいまあ太郎ちゃん体の使い方うまいんですよねゲームを読む読むというか あのゲームに入る力もすごく高いんですけど体の使い方がとにかくうまいっすねうんちょっともったいないあ佐藤選手そうなんだへえうーん 甲府さんもな大変そうだよなただ僕らも大変だったんだ甲府さん <laughs> ごめんうーん そうなんですよね。変化自体は起きてないんですよ。まあ選手交代はあったんですけど、形とかは全く変わってないので、もちろん選手の個性によるところは、えー、変わっているとは思うんですけど、まあ徳島としては後半に修正したところで、そのままできたっていうところはあると思います。はい。おう、 おう、最下位。そうか、最下位だったなぁ。そういえば。<laughs> もう思い出したくもないんだけどなぁ。運動が落ちてない,い。ある程度落ちてるよ。うーん。まあ、それはノアと清郎のところでしょうね。やっぱり大きいのは。 あとはトローちゃん入ったしはいはいうんうわ大丈夫足りてるうんいやーナイス内子さん うーん、ラインコントロールはできてるけど、どううん、二列目から出てこれた。ナイス。うん。あー、まあ、ま、あ甲府さん負けてるからね。そうなるよね。 えーと中央は大丈夫。うん、こさんうまいな。ナイス、シュント。内交差うまかったっすね、今の対応。まあ、歌,歌を、えーっと、オフサイドポジションに押し出してって感じでしたね。いや、ナイス。ナイス。やっぱ、太郎ゃよね、これね。やっぱりね、そうだよね。いやー、ちょっとそれは。うん、気を、頑張ったけどなー。 キヨ寝てろあと5分ぐらい寝てろって思ってましたね。ああ、まあ、アフターだよな。アフターになっちゃったよな。きよ、ね、寝てろきようんうん。お、起こされちゃったら、そうだな。ボールの前に立ってキヨって思ってました。うん ここで、そうやと杉森くんか。セットプレイは、とりあえずそのままだったので、あ、先に答えか。エウソン下げて、そうや。ほんでえー、っと、兄貴に変えて、えー、っと、杉森くんと。で、多分、太郎ちゃんが、えー、ボランチに降りると。まあ、形は徳島的にも変えずに、 うーん、ま、そうやを入れてっていうとこですね。んそうや知り合いま、そうやを入れるか太陽を入れるかで多分迷ったとは思うんですよね。松田監督も。うん。これキャプテンマーク誰に渡したんだろう交代かなうん。 いやー、杉森君もねもっと試合に絡んでほしいな本当にいや違う長きの一人じゃないっすああ交代がキャプテンマックもいてるね清代頑張れうんナイス やっぱ太郎ちゃんよねこの辺はうーん試合勝利なしかきついよな今杉森君はちょうちょに入ってますね ナイス内子さんナイス基本的には多分杉森君が左のシャドウなんだけどなちょうど流れの中でポジション変わってますね <laughs> そや頑張れそやそや頑張れそや <laughs> うんナイスナイス,イス,イス,イスそや となここでフリーキックはいやいやだけどんそりや頑張ったまあ、ちょっといやだけどね場所的にはでもそうや本当にね成長してるよねー守備知らない子だったからねー ソーヤ2枚目かあ歌かいるからね怖いんだよねナイスそやそやだよ今セッタのそうやだからね皆さん今セッタのそうやだからねうん頑張ったそうやちょっと ポジション戻っあ戻ってるね。大丈夫大丈夫うんまあ怖かったっすけどねあハンドハンドか。 AT は6分表記で今出ましたねうん怖いっすよねこの時間のセットプレー ナイスあー痛いあー、今村さんよくすぐにイエローカード出してくれましたね。本当にあり,ありがとうございます。てかまあ、それが普通だと思います。いやいや。いやいや、今、今津さん今津さんこれは、うわ、危ない危ない危ないって、本当に危ないって。 あー今津さん、今の危ないから、シュントが落ち着いてねって言ってる、ボール持ちながら、うーん、まあ今津選手もわざとではないと思うんですよね。あの、ボールに対して、えー、プレイしようとしたと思うんで、まあそこは、OK なんですけど、 ただやっぱり補正がいいタイミングで出てパンチングしたところだったんで、しゃーないのかなと。大丈夫かな、補正本当に。ちょっと脳震盪っぽくなっちゃうと思うんですよね。ホセの顎というか、その辺に入った感じはしたので、うーん。 公平みんなでみんなでうん勝ってますんですねこの時は大丈夫かな補正 これは、ま、ほんにゆっくり時間使って、まあ、使わないといけないんで、本当に、頭というか顎というか、その辺に入ったんで、怖いですよね。プレオフ圏内まであと勝ち点いくつま、10。うん、ま、あと15試合あるんでね。 うん、今村さんよく本当にコントロールしてくれてますねああ颯ね颯いつでもいけるよね本当に本当にね颯は,はね本当にプロフェッショナルだなと思いますねその本当にセカンドゴールキーパー 本当に難しいんですよあのー、まあなかなかその出場機会ってなかなか難しいんですけどでもそんな中で常にいい準備をして、えー、チームに帯同してっていうところで本当にハヤテのその何て言ったらいいですかねパーソナリティというか、えー、本当に素晴らしいっていつも思ってますね。 多分それは僕だけじゃなくてサポーターだけじゃなくて本当にピッチに立ってる他の選手たちもすごく思ってると思います。で、颯がそのスタメンで出てあの勝つ試合っていうのを僕は見たいんですよね、本当に。まあ、ホセが悪いとかそういうことじゃなくてホセも素晴らしいパフォーマンスを見せてくれてますので。 まあそこの競争をしないといけないんですけど、颯も。ただ、僕は、颯とリーグ戦の、えー、勝ちっていうのを味わいたい。うん。そのためにも颯はホスに勝たなきゃダメです。チーム内の競争で頑張ってほしいなと思ってます。思ってるっていうか、本当に頑張ってほしい。 ま、ここで AT 入ってから3分くらいかな。えっ、ー、と、時間経っちゃいましたんで、まあ、実質 AT9 分から10分ですね。って感じだと思うんで。よかったよね、ホセもなんもともなくて。ま、まだわかんないけど大丈夫だよね、ホセ。これが関森くんか。 慌てなくていいよ慌てなくていい慌てなくていいそうやうんつーナイスケントそうそううん大きく枠を外れてとか言うんじゃないよ本当に ああ、内孝さんが歌かと対峙してるんだ。内イや内ヤ、や内スや内ナや。そうや、ナイス。そうや、ナイス。ちょっと待って、そうやに何か言ってない大塚監督。内イそうや。 うーん、怖いよね。1点差だからね。おい、ナイス、そうや。そうや、ナイス。そうや、ナイス。どうした、そうや。ナイス。素晴らしい。まあ、これ多分ね、ターレス選手が入っ、まあ、加入の発表があったじゃないですか。 で、その辺も関係してるのかなーと、個人的には思ってます。いい競争が生まれてれば、すごくいいので。で、そうやも、今は期限付き、えー来た来たよ来たよ来たよ清代はいはい裏街道素晴らしい清代 <laughs> いやー、素晴らしいね、清代。ナイスゴール !3 点目ですねー。まあ 初めて、えー、徳島としては、えー、3得点ですね。ナイスゴールです。キューありがとう、本当に。これもね、杉森くん、よく走ってくれてるのよね。で、ここで、裏街道ですね。で、X ブロックのゴールキーパーの足と脇の間をしっかり抜いていくと。 まあ、今津選手のパスミスっぽくもあるんですけど、でもそこからしっかり、えー、ワントップスシャドウをしっかり攻撃に絡んでいって、で、最後は清志郎が本当にすごく、えー、うまい、えー、シュートでしたね。うん。うん。<laughs> あの、あのー、あのー、松田監督増田監督もゴールライン行こうとしてましたね。 いいですよ松田,田さん、さん来てくださいぜひはい、お願いします。あのー、増田さんはもう、なんて言ったらいいですかね最初は、うーん、まあちょっとよく、よくわかんないんですけど、うーん、まあシーズン、えーっと、特に、松田監督の試合後コメントってのは変わってきたなぁと、 いうことはすすごく感じてますでまず最初にあの現地に来てくれたサポーターに、えー、と対しての、まあ、感謝というかそういう言葉を述べた上で、えー、試合の総括に入っていくっていうところでうーんすごくいいと思いますでまあいろいろその松田さんがその 何て言ったらいいですかね。その、就任する過程っていうのに対して、なかなか僕らサポーターっていうのが、えっ、ー、と、正直、ちょっと、まあ、納得いかないというか、ちょっとやっぱり腑に落ちないというか、そういう部分っていうのは、やっぱりあったと思うんですね。で、うん、それは、クラブの本当に、 リリースの出し方だと思うんですけど、うん。でもそんな中で、その、松田さんが必ず試合後に、え、出る公式コメントで、あのー、まず来てくれたサポーター、そして、あ、そうや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 、ナイス、そうや、いった、いった、いった、素晴らしい、そうや、うん、やーわー ナイス、そやなあ、マさんの話だっけまあいいや。そりゃかったね。そこは素晴らしいね、これ。ペナー内まで入っちゃう。素晴らしい。で、左足で枠いってると思うんだよな、そりゃ。うーん。まあまあ、ちょっと、マ田さんの話戻りましょうか。ええー、と、まあ本当に、言い方悪いですけど、嘘でもいいんですよ。いや、嘘は嫌だけど、嘘でもいいしけど、 そのサポーターとか応援してくれてる人に対する感謝から、えー、毎試合、えー、とコメントが始まるっていうのは本当にサポーターとしても嬉しいですしやっぱ言い続け言い続けることによってっていう部分もあるので。

連敗もしちゃいましたけどまあまだまだこっからですねあと15試合ですねでえー、っとまあ、順位とか勝ち点差のこと言うとえー、っとプレーオフ圏内まで勝ち点差9ぐらいかなまあ実質得失点差がちょっと徳島としては厳しい部分があるので、まあ、勝ち点10を取らないといけない、うん あと15試合。うん。うん。まあ、まだまだこれからっすね。まずは、トップハーフに入りましょう。みんなで。うん。清ろよかったよ。まあ、ノアもね、やっと流れの中でね、得点取れて。 いやーシュントもありがとね、本当に90分フリー出場、ありがとうシュント逆転勝ちでしたからねちょっとそうやはあれだったな、もうちょっとやりたかったなって顔のしてましたね三平選手、いい選手だな、本当に。 うーん、悔しかったと思うんだけどうーんそうですね、えー、夏の遺跡で少しずつそのちょっといびつだった、えー、スカットまあいろいろあっていびつになってしまってたスカットを、まあ、修正していってる段階なので 次、仙台戦。まあ、その前にもちろん、えー、天皇杯の、えー、っと、神戸戦がありますけど、まあ、徳島としては今は、えー、リーグ戦にしっかり集中してほしいな、というところはあります。もちろん、天皇杯もホームで、えー、神戸さんっていうすごく強いチームを相手にするんですけど、まあ、そんな中で、やっぱり、今、出場機会が、まあ、出場時間が短い選手とか、 が、躍動してくれるのかなと思って期待してます。ちょっとね、本当は行きたかったんですけど、ちょっと行けないんで、あの、スプークスっていう、まあんスプークスかなあの、しっかり、ちょっと、PPV だと思って、あの、2500円ぐらいかな払って、天皇杯もしっかり見たいなと思います。うーん、よかった、買って。 3試合負けなしですねはあとりあえずあとあ清志郎のインタビューですねはい来ましょう清ありがとううん清ありがとう うんうき、ん、をありがとううんうんうん、うんうん 後半はそうですね。うん、うん、勝ち切れたでかい。うんうんうんそうっすね本当に。 ありがとうキヨうん清かっこいいな清ろかっこいい清かっこいいよ最高だよいや 本当に素晴らしいですね。清代の、えー、ヒーローインタビューでした。というわけで、ちょっとダゾンの映像は止めたいと思います。あ、ノアもね、あの、流れの中からゴール撮りましたね。はい。はい。えーと、いうわけでダゾンの映像を、えー、止めさせていただきました。ん本当に、えー、前半は本当になかなか、えっ、ー、と、うまくいかない。 試合だったなといいううふうに思いま,すまあこれは試合後のコメントも、えー、監督そして、えー、選手たちのコメントもありましたけれどもまあ厳しかったで後半しっかり修正して勝ち点をしかもアウェーで3を取れたっていうのは本当に大きかったかなと思いますでまあえっ、ー、と試合後の、えー、ヒーローインタビューで清志郎も言ってましたけども プレーオフに入って、えー、J1 昇格を目指すというふうに言ってくれましたので、えー、それをしっかり後押ししていきたいなと思います、まあ、勝ち点差的には、まあ、およそあと10ぐらいということで、まあ、残り15試合、まあ、なかなか厳しいですけれども不可能ではない数字でもありますでもそのためにはやっぱりホームでの勝ちを、えー、もっともっと増やしていってほしいなというふうに思います、うん ありが急しろ本当にはいえー、っとそうだなまた盤面使った解説の方ではまあ前半なんでうまくいかなかったかっていうところと後半、えー、持ち直した理由っていうところを、えー、配置の部分でお話しできたなというふうに思いますは本当良よかったかって嬉しいというわけで独り言の方はこの辺で 次はまあ天皇杯もねあのちょっとスプークスというか、えー、スカパーかなの方入ってみ、えー、たいと思いますので今出てない選手イタ、えー、とか、えー、優とか高田優とか、えー、の活躍をあと高田竹田,田綾人選手、えー、ユースからの選手とかもうどんどん出てきてもらって、えー、そういう試合を J1、まあの、えー、神戸さん、まあ、昨シーズン、えー、チャンピオンになった神戸さんに対してしっかりと、えー、戦う姿をまた見せてほしいなというふうに思っております。あ、よかったかって、とりあえず勝ちをかみしめながらまた来週の、えー、仙台戦、えー、また新しい、えー、加入した選手、まあ、ケンさんもそうですし、ターレスもそうですし、えー、とワティ とかも加わってくれますので、えー、またここから巻き返していきましょう。というわけで、独り言はこの辺で勝ってよかった。次も勝つよさよなら。いや